それは隠れてたの。チーム来たの。今逃げたね。ぐったりするとかもないし、はい、運動も普通にできてる感じで、はい、トイレに行く回数は以前多いってことですね。はい、はい、いい子ね、いい子ね、ね、ちょっと体重だけ見せてください。 4.8 ね、はい、変わんないね。食欲大丈夫ですか？食欲あります。はい、はい、見せてください。もしもし、緊張しちゃってるんだね。大丈夫だよ、大丈夫、大丈夫。なあ、大事だからね。ねえ。ねえ。ねえ。はーい。じゃあちょっと採血させてください。はい。はい。じゃあちょっと行ってきまーす。はい。お願いします。よーいで。リンも高く 9.1 だったのね。なので、あのご飯食べてもらってたんです。ちゃんと下がりました。なんだけど、ちょっと依然ちょっとリンだけがちょっと高い。ちょっと若干高いです。でまだ洋風食半分混ぜるちゃん続けたら、ね、いいと思います。それで、はい、はい、他全然大丈夫です、はい、グルコスちょっと高いんですけど、これ多分今採血されちゃったんでストレスかかってこれ上がっちゃっただけだと思います。腎臓数値はかなりいいです、はい、あと白血球なんかは何か感染症とかは全部なさそうだし、すごい調子いいです、はい、でよーねー、はいはい、帰れるよー。よかったね、いい子だったね。はい、いいよ、いいよ。ねー、いい子ねー、いい子ねー、ねー、はーい、はーい。助かっちゃうんです。大丈夫です。あ、医者もなしで。よかった。腎臓です。はい。あ、綺麗な白い影がして。結構ご飯食べてますね。あ、しっかり食べられてます。で肝臓のラインも綺麗です。はい、若いんで、まあ、腰の尻尾とかこの辺の背骨も綺麗ですし、関節とかもじゃあ全然問題ないと思います。
います。はい、ちょっと今回お腹しか取らなかったんですけど、心臓も肥大とかないので、あ、よかったです。大事、これも全然問題ないと思います。はい、よかったです。はい、ありがとうございます。また心配だった。またチャチャが覗いてる。チャチャ、チャボ、心配だった。今行くよ。心配だった。愛ちゃん、お部屋あったかいね。ただいま。
でしたね。大丈夫です。健康だった。よかったね。